皆さんお疲れ様です。先ほど維新の会の桜内政調会長代理からすでにブリーフィングが一定程度行われているということでございますが、維新の会さんと結納党の共同提出による予算の修正案、まあ、私どもも、お願いをして盛り込まれた項目もありますので、まあ、改めて、ご説明を申し上げたいというふうに思います。振り返ってみると昨年の予算審議におきましても旧みんなの党と、まあ、日本維新の会さんで、予算の修正案をそれこそ半世紀ぶりに正式な修正案を国会に提出をして、まあ、注目を集めたという経過がありました。まあ、今年も、まあ、そうしたことを目指してまた幅広い野党の結集を目指してですね、まあ、民主党さんをはじめとする野党の政調会長会議でこの、まあ、予算の共同の組み替え修正と、まあ、いうものを目指してきたわけですけれども、まあ、結果として、まあ、去年同様日本維新の会さんと私たち結納党で、修正を提出をさせていただくことになった。まあ、この組み替え動議ではない、正式な修正案を、まあ、提出ができるというのは、まあ、皆さんご承知の通りこれはいつにかかって、まさに、財務省出身の予算また公開権のプロである桜内日本維新の会国会議員団政調会長代理この桜内さんのお力によるものでありますが、私たちもそれに、一緒に名を連ねることができて大変光栄に思っております。で、内容は、まあ、ブリーフィングを行われた通りだと思いますけれども、私たちは、まさに、その経済の活性化を目指しまた消費税増税が、まあ、事実上確定的になっているという状況の中で、まあ、その経済に対する悪影響を緩和する、まあ、この目標を最優先事項として今回の修正案に盛り込ませていただいたつもりです。つまりは法人税の実効税率を 10% 引き下げて経済産業の活動を後押しをするという点、そして私たちからの要望事項として今回日本維新の会さんに取り入れていただきましたけれども、まあ、復興法人税の廃止が行われるにもかかわらず所得税と住民税の復興増税はそのまま残っているというこういう状況になってますので、まあ、消費税の増税が最も打撃を与えるのは家計であり民間消費だと思いますので個人消費だと思いますので、まあ、そうした点について、きちんと目配り、をすると、まあ、そういう点で、まあ、これ3000億前後の歳出項目でしか、まあ、ありませんので、まあ、この際復興特別所得税についても減税措置を取るということを盛り込んでいただいたところです。また両党のレーゾンデートである行革という観点から国家公務員人件費の 10% カットあるいは国会議員の歳費の 10% カットこういうことも盛り込ませていただいております。また中長期的には経済成長のまさに礎となる科学技術の基礎研究についての予算の増額、まあ、捻出した部分から、逆に、そうした中長期の潜在成長率を高めるための、まあ、国がやるべき、資金供給と、まあ、いうことを盛り込ませていただいている、そうした内容になっております。まあ私たちも共通して予算委員会の審議でいろいろと質疑をやらせていただきましたけれども、まあ、補正と本予算と不要不急の基金を、まあ、やっつけ仕事のように積んでいるということが、まあ、かなり多く見られるわけです。まあ、先日末の維新の会国会議員団幹事長とお話をする機会がありましたけれども、まあ、予算委員会のお互いの質疑を見比べて、なんか言ってることが同じだよねという話になったんですけれども、まあ、共通してこの基金のところは大変問題が多いというふうにも感じているところでありますので、まあ、こう積み増し分の2割削減、まあ、こうしたことも、共通項目として盛り込ませていただいたということであります。まあ、結果としてですね、移転的支出をかなり大幅にメスを入れる、まあ、こうでもしないと歳出削減というのは
私は実現できないと思いますので、かなりドラスティックではありますものの、ある意味では天井を設定して、それに合わせて予算の縮減、歳出の縮減を行えという、まあ、ある種役所に対する指示を、メッセージを出すという意味で、こうしたアプローチを私たちは共通して、取るべきだと思っている立場であります。このようなことを行っていくことによって、結果としてはですね、国債の新規発行額を 5.6 兆円も減らすことができている、こういう内容になっているわけです。かなり踏み込んだ、いわばドラスティックな内容であり、昨年同様、そういう意味では、賛否両論もあろうかと思いますけれども、我々は本当に日本の国家の統治構造というものを根本から変える、そして歳出構造そのものにも大胆にメスを入れる、こういう立場の改革派の政党同士でありますから、そうした理念に基づいて共通の案を提出をさせていただくところまでこぎつけたということであります。ぜひ明日提出後のこの修正案を皆さんに予算委員会でしっかりとご説明をさせていただいて、皆さんにもご理解をいただきたい、こういうふうに思っているところであります。今日は我が党でその作業に携わってくれましたゆいの党政調会長代理の小池正成衆議院議員、またこの間さまざまなセッティングでご尽力をいただいた畑中光成国対委員長にもご同席をいただいております。ここまで非常に2月28日が出口ということで、想定より早いいう審議スケジュールとなって、まだ我々は2月28日の採決に納得したわけではありませんけれども、しかし、こうしたタイムスケジュールの中で、よくここまでこぎつけることができた、また維新の会さんとゆいの党の両党間の関係もいろいろ言われる状況の中ですので、こうして、国会内での共闘が成立をしたというのは大変感慨深い、良かったなということを感じているところであります。私からは、ご報告は以上であります。桜井さんに、一旦マイクを譲りたいと思います。私の方から少し補足をしておきます。2点補足いたします。一つが、ユニの党さんのメンバーも大変多く入ってらっしゃる新政権という超党派の勉強会がありまして、そこで、最も大きなテーマとして扱っておりますのが、社会保障制度改革、であります。で、特にですね、今回の予算修正案の中にも、これを盛り込んでおりまして、お配りしたペーパーの中では2番ですけれども、世代間格差を是正する社会保障制度改革、この中で、公的年金がですね、現行では賦課方式というものなんですけれども、これを積立方式に移行する、それに伴って一般会計からの年金特化への繰り入れ額を3兆円減額することができるということを盛り込んでおります。これについては昨年の臨時国会で我が党から法案としても提出しておるところですので、これについてもご賛同いただけたというふうに考えているところです。それから午前中の我が党単独での記者会見の際にはお配りしてなかった資料を一つ加えております。ちょっと数字がいっぱいで嫌かもしれませんけれども、A3 縦のですね、財務諸表をお配りしてます。はい、どうぞ。どうぞ。で、我々の方がすいません。要は先ほどもですね、角沢先生の方から少し、触れていただきましたけれども、我が党はやはり予算編成のあり方そのものを、変えていく必要があるだろうというふうに考えておりまして、それが法案の形で申しますと、財政健全化責任法案、というものであります。石原、代表もですね、公会計というものに大変強い思いを、持っていらっしゃるわけですけれども、公開して一体何かというと、まさにこれなんですね。貸借対照表をはじめとしまして、これ財務諸表を作成する、そして、その予算編成の過程で、ターゲットとする財務指標というものをしっかり計算して、
これで、まさにあの財務情報、福式簿記に基づく財務情報を活用しながら、まあ、経営を行っていく、国家の経営ですね、あの会社の経営においても、こういった財務諸表、あのマンシートをはじめとする、財務諸表がなければですね、こんな経営なんて無理だということなんですけれども、まあ、こういったものを、国の一般会計、特別会計 の、 その連結ベースでのこういった数字を作りながら、今回ですね、ある種法案が、まあ、もし可決成立すればというものを先取りする形で、福式簿記、発生主義に基づく財務諸表を作成の上、まあ、ターゲットを定めて、このような予算編成、まあ、修正案を作成したということでございます。まあ、おそらくあのこれですね、あの今後の、今まで政府の方でやっております財務省が、まあ、9月からですね、各省の概算要求を受けて、個別に、まあ、査定の作業をやっておりますけれども、こういったものを、もし政治上でやるとすればこうなるという形を、一つお示しすることができたんじゃないのかなというふうに考えております。ぜひあの、まあ、今日ここいらっしゃる皆さん、あの、まあ、政治部の記者の方ですので、こういった数字よりも、まあ、優位の党とのですね、まあまあ、政治的な関係であるとかそっちの方が気になるかもしれませんけど、ぜひこっちも注目していただきたいというふうに、考えております。私からはとりあえず以上です。それではご質問を、受けさせていただきます。ご質問の際は所属の名前をおっしゃってご質問ください。ご質問ございますでしょうか。お願いします。すみません、朝日新聞の今村ですが、柿澤さんに伺いますけれど、唯一党として、まあ、維新との合流を目指していらっしゃるお立場で、この今回の、共同提出に至ったということで、まあ、感慨深いとおっしゃっておりましたけれども、改めて今回の共闘の意味合い、野党再編に向けた意味合いというのものをちょっとお話しいただけますか。そうですね、やはり国会内での個別の法案を含めた、まあ、政策上の連携、こういうものの積み重ねが、まあ、相互の信頼関係の醸成、あるいは、まあ、政策の一致というところで大変重要なポイントになってくると思います。まあ、別トラックで、まあ、今政調会長ベースの党対党の政策協議を行っているわけですけれども、まあ、これも順調に進行しておりますが、まあ、国会の中で、それぞれの政策をどう具現化していくかというところで、まあ、それが、まあ、足並みが揃うということになれば、まあ、これは、今後新しい政治集団を作っていこうという上での、まあ、大きな前進になるというふうに思います。その意味で、まあ、いろいろな議論が残されていることは事実だと思いますけれども、しかし予算という国の形をこう描く、その最も大きな政策部分においてこうした一致を図ることができたというのはやはり大きいことなんではないかと思っております。まあ、今後もう少しですね、個別の法案を含めて、あるいは今トピックとなっているさまざまな政策個別テーマを含め、協議の場をこうなんとか見出していって、そして、まあ、はっきり言うとあんまり作ってからですね、すり合わせようとするとお互いこういう考え方で作ったという哲学の違いが出てきますので、まあ、政策形成段階、あるいは法案に対する対処を決める段階から、まあ、できる限り情報交換を密にしてですね、やっていきたいというふうに思っています。私は個人的には、そういう意味でその第一歩として今回は一つの大きな成果になったんじゃないかというふうに感じております。以上です。はい、それでは他にご質問ございますでしょうか。ご質問ございませんか。ですか。まあ、ちょっと今村さんの話、よくこういう話ってこう、なんていうかな、交際から同棲して、結婚にみたいな、こういう表現されるんですけれども、やっぱりそうやって、まあ、これを一つ、例えて言えばですよ、まあ、会って話してお茶をしてっていう、そういうプロセスの中の一環だと思うんですよね。その中のかなり大きな、
場面だと思います。その意味で、ここの部分を、両党合意形成をして、一緒に、共通の案を提出しようということができたというのは、やっぱり政治的には、一つ、大きな、ハードルがクリアできたんじゃないかなということを感じています。このハードルをクリアできて、なおかつ政策協議が進んで、個別の法案での、賛否などが、一致してくれば、これは理論上は、一緒にやる、同じ傘の下になるということについて、理論上の障害はなくなっていくということだと思います。そういう意味で、今回非常に大きなプロセスを踏んだというふうに認識しています。ちょっと打足ですけど、追加して申し上げます。じゃあ、いいですか。よろしいでしょうか。ですね。はい、どうもありがとうございました。